中日巨人の3回戦の模様をお伝えしてまいります。名古屋球場大入り満員盛り上がっているようですが、吉村アナウンサー早速お願いします。はい、名古屋球場です。ちょうど今2回が終わりました。これから3回の表のジャイアンツの攻撃を迎えるところですが、2対0でジャイアンツがリードをしております。1回の表にジャイアンツが落合のタイムリーヒットで2点を入れております。ドラゴンズの先発が今中、そしてジャイアンツの先発が川口です。ワイルドピッチなどもありまして、2アウトランナー2、3塁から落合は今中に強いんです。ストレートで勝負いたしました。今中らしさもありました。ジャイアンツがご覧のように2点取りました。ドラゴンズもチャンスがなかったということはないんです。1回の裏にコールズが先頭バッターでヒットで出塁しましたが、小森が543のゲッツーでした。その後2本のヒットが出たんですが、得点することができません。さらに2回の裏にも山崎が先頭バッターで川口からフォアボールを選んで出塁したんです。しかし大光が463のゲッツーです。2つの警察打があっては得点することができません。現在3回の表ジャイアンツの攻撃始まっておりますが、2対0でジャイアンツがリードをしておりますが、この試合何やら波乱不気味です。はい、さあそれでは他球場の途中経過結果お伝えします。まずはセリーグ首位の横浜、今日は阪神との対戦、4対1横浜がリードしています。そしてパリーグは全てデーゲームで行われました。オリックス、日本ハム、西武がそれぞれ勝っています。オリックスは近鉄に3連勝、とうとう首位です。そして近鉄はこれで4連敗、3位に転落してしまいました。さあこの後は名古屋球場から中日巨人の3回戦の模様をたっぷりとお伝えしてまいります。ルルルのループルプルプルジャハールルルがプルルアッセルの PHS 留守番電話サービスがますます便利になりました。留守番電話に電源が入るとプルプルプルっとダハーポケベルがすぐ知らせてくれる。ルルルがプルルルルルなるーっとビュンサービスアップキャンペーン実施中。アステル。人気者の照り焼き君と憧れの卵さんがやっと結ばれました。マクドナルドのてりたまバーガーの登場です。グルメな190円、今だけ。出前一丁が新しくなりました、DHA が入ってます。兄ちゃん、DHA って何？DHA が入ったごまラー油。出前一丁買ってください。この性能をごく普通に味わってもらいたい。シンセティックテクノロジーが生んだ手の届く高性能エンジンオイル、カストロール XF08。 シーパラアクアミュージアムありがとう1000万人キャンペーン、オーストラリアご招待をはじめ楽しいイベントがいっぱい。ゴールデンウィークは恋する遊び島、横浜八景島シーパラダイス。ビタミン C だって天然、こういうこだわりが私なんだよな。アセロラはいい。私の天然ビタミン C、 ニチレイアセロラドリンク。キャプテンエピオン上空です。よし、カートリッジ投下。投下します。楽チンポン、楽チンポンのエピオン。見ろ、革命が起きている。革命が起きています。祭りだ。祭りです。2アウト3塁です。バッターは4番の松井。ジャイアンツが3回の表に追加点のチャンスを迎えています。先に点を取りましたのはジャイアンツです。落合のタイムリーヒットです。まず2点。そして3回、この回先頭の出口がヒットで出塁、バントで送って牧のセカンドゴロで3塁へ。そして4番の松井登場。今中対松井、2球目、これで2ナッシングです。まずはこの場面からご覧いただきます。名古屋球場は35,000満員です。今中と川口の先発で始まりました。中日巨人の3回戦です。日中の最高気温が 28.1 度、気温は7度下がりました。風はセンターからバックネット方向です。雨風です。何やら不気味な風、冷たい風に変わってきました。さあトゥーナッシングから3球目、三塁にランナーがいます。トゥーナッシング3球目、3球三振。今中ビシャッときました。3回の表ジャイアンツ得点なし。3回の表が終わって2対0、ジャイアンツリードです。
ベースボールレネサンス。この放送はキリンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。パナップはシャーベット入りです、うん、爽やかなこと。そんなわてかて昔はもう爽やかな女ごはんや言われて、仕事仕事、男の人はこれ手だれ。新爽やかパナップタイムX当たる。クリカ、あー美しい大地よ、ありがとう、ありがとう。水の恵みよ、ヒーリング。そのビールは大地と水の恵み、サントリーから。名古屋球場の中日巨人の3回戦です。3回の表ジャイアンツ得点ありませんで、これから3回の裏のドラゴンズの攻撃。マウンド上は先発の川口で、ご覧のように今シーズンまだ勝ちがありません。バッターボックスにはドラゴンズの先発の今中が入っています。川口と今中両サウスポーの先発で始まりました。ホームランを1本打ってます。この間の神宮球場408打席ぶりのホームランです。バッティングにも自信を持ってまいりました今中です。得点は2対0でジャイアンツが2点リードしております。解説をご紹介いたします。矢沢健一さんと本堂博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ちょっと矢沢さん、あの川口もですね、はい、まだはっきりとしないような状況で波乱含みのスタートになりましたね。まあそうなりましたね、しかしね、はい、あの先日のピッチングも私見ましたけどもね、非常にこう体が軽そうでね、はい、ボールもキレがありますし、はい、そしてね、あの得意の緩急のピッチングですね、これが非常にねこう生きてますよ。あ、はい、そうですか。こちらの方が川口ですが、権藤さんはこの川口のピッチングをどうご覧になりますか。まだ何とも言えませんけどね、ドラゴンズが先頭打者出したのをいずれもゲッツーですからね。そうなんですよ、あのまだしかし、はい、0点には抑えてますけど、ドラゴンズの打線のプレッシャーというのはまだあの拭い去られてないと思うんですよね。そうですね。まだ今シーズン矢沢さん、この川口勝ちがないんですけれどもね、ただ調子自体は決して今シーズン悪くありませんよね。そうですね、体調はね、あの、はい、いいそうですね。あの、ジャイアンツの斉藤コンディショニングコーチに聞いてもですね、はい、昨年よりは随分その下半身のね、非常にこの状態がいいというね、あのそうですか、報告がありましたよ。川口自身はこんなことを言ってました。最近ストレートでも勝負することができるようになってきたと言ってましたですね、はい、あ、もう一度解説ご紹介いたします。権藤博さんとそれから矢沢健一さん、はい、この3人のコンビで今日はこの名古屋球場の中日巨人の3回戦をお届けしていきたいと思います。さて1番に戻りまして、コールズです。ストレートで勝負することができるようになってきたということを言ってますね、はい、あの体調もすごくいいんだと。今でも未勝利戦だからなって言ってましたけどね、うん、そうですね。でもね、あの、まあ、昨年くらいからピッチングはこう、はい、変わってきてるんじゃないですかね、はい、あのインサイドのストレートはですね、右バッターには勝負球と、そして、見せ球ですね、基本的にはやはり外主体、はい、外側主体のピッチングですね。抜いたボール、フォークボール、そういうようなピッチングをこう心がけてますね。まあ、近藤さん、川口と言いますとね、はい、快速球で勝負するピッチャーだったですよね。そうですね、ちょっとすると近くのピッチャーだったんですけどね、はいはい、だけど矢沢さん言いましたけど、インコースに見せ球と勝負球っていうのがあって、外に外すっていうんだったら大体勝てるはずですけどね、はい、あの組み立てしては最高なんですよね、今シーズンはね、なかなかあの特に阪神戦なんかもいいピッチングをしてるんですけれども、なかなか勝てません川口ですが、これが早くも4本目のヒットであります。今日コールズ2打数2安打ワンアウトランナー一塁です。ランナーは出るんです。しかしこのコールズというバッターですけども、矢沢さんね、はい、なかなか手腕のいいバッティングしてるでしょう。そうですね、今日も練習ね言いましたけども、はい、務めてあのバッティングコーチ、また星野監督がですね、後ろについて、はい、あのセンターに打ち返して、そういうね指示をね、あのこう下してましたけどもね。あ、そうですか。どうしてもね、なんかこう引っ張りたがると言いますかね、はいはい、
ワンアウトランナー一塁でバッターボックスは2番の小森なんですが、そのコールズに関して言うならば、パウエルとコールズはですね、このところ3日間矢沢さんね、はい、1時半に出てきて、ほうほう、でティーバッティングやってるんですよ、必ずティーバッティングをね30分ずつやるんですよ、ほうほう、これが3日間続いてるんですよ、で高畑さんに聞いてみましたらね、やっぱりいわゆる基本の修復なんだと、うん、あれは基本の修復なんであるってことを言ってましたけどね、T の台に乗せて、乗せて打ってました、乗せて自分でね、やはりねそれは基本と言いますとね、やはりそのポイントの位置と、それとそのポイントに応じた重心の位置ですね、それをこう確認してるんですよ、だからインサイド、アウトサイド、真ん中ね、本当にもう高校生がやるそういう基本ですね、それをもっかリーディングヒッターのパウエルがコールズを誘ってこのところ3日間続いてるんですよ、やはりあの変化球主体のピッチングが多いですからね、そういう意味ではパウエルが教えることが多いんじゃないですかね、そうでしょうね、さあそのコールズはパウエル効果があったんでしょうか、今日2打数2安打でワンアウト1塁で2番の小森なんですが、ノーツーからおっとこれはストライク、ワンツーです、まあ、ドラゴンズサイドから言うならば近藤さん、このところずっと2番にこの小森を起用してますね、あの第1打席がね、引っ掛けてサードゴロなんですよね、ゲッツーですよ、この人が引っ張るようなバッターじゃないわけですから、本来は右に打ってもそれはゲッツーありますけどね、今なんかもノーツーになってバントの格好をしましたけど、これ一番右に狙いやすい球だったんで、その辺の打ち方をやってもらいたいんですよね、そうですね、あー2エンド2になってしまいました、ノーツーから2-2です、1回の裏ドラゴンズはコールズがヒットを打ちました、ところが小森が引っ張って 5-4-3 のゲッツー、から2回の裏山崎フォアボールで出塁しました、大砲引っ張って 4-6-3 のゲッツーです、ワンアウトランナーが1塁、まあ引っ張ってくれたら大助かりですよ、インサイドのボールがね、詰まりますしね、それとね膝元のスライダーをね振ってしまうんですね、右バッターは、今のボールね、そうですか、まあ、このところ神宮球場からずっとこの小森を起用しておりますが、今の場面です、引っ張りかかっていると、このボールがやはりね、膝元のボールがこう出てしまうんですね、ただ権藤さん、毎回こうやってランナーが出てるんですけどね、ドラゴンサイドで言うならばね、さあ小森のバッティングが注目されるところです、2-2、なんとかしてクリーンアップにつなげたいところ。タイムがかかりました、一塁にランナーがいます、コールズ、コールズ 2-2、 その他ドラゴンズは立浪ヒット、それからパウエルにもヒットが出ています、ランナーをにぎわしてるんです、塁上をにぎわしてるんです、走らせたいんですけどもね、ちょっと小森のバッティングですと、ランナーの後ろに打てるかどうかですよね、そうでしょうね、コールズは1番バッターでありますが、今シーズンまだ盗塁もありません、ギラもありません、リヒもありません、ワンアウトランナーが1塁です、立ち上がり苦しいピッチングが続いております、マウンド上の川口、川口はまだ今シーズン勝ち星がないんです、川口のデータをちょっと、昨年は対ドラゴン戦で1勝マークしております、1勝1敗、この1勝というのが実は1992年以来3年ぶり、そこからずっと9連敗をしておりまして、やっと去年勝ったんです、そのことを聞いてみましたら、川口はいや別に苦手じゃないんだ、むしろドラゴンズ打線強力なんで開き直って投げれるということを言っておりました、あーっとランナーこれまでランナー進みます、パスボールでしょうか、ワイルドピッチでしょうか、ワイルドピッチです、今日は今中もワイルドピッチを一つ記録しておりますが、これでジャイアンツのバッテリーエラーは16個、これはワイルドピッチですかね、やっぱりね、ちょっとアンバウンドしましたかね、これは権藤さん、ドラゴンズとしてはチャンスになりましたね、そうですよね、まあ、小森には失礼ですけど、これだけ宿泊するようなバッターじゃないんですよね、アベレージも1割7分2厘でしょ、だからこの辺にこれだけ神経使うと後で効きますよね、この後は強力ですから本当に、そうですね、 2-3 です、際どい、どうだ、あ、振った、スイングを取られました、スイングを取られました、情けなそうな顔をしております小森ですが、スイングを取られまして2アウト、無然たる表情の星野監督です、まあ、しかし持ち味を全然生かしてないですよね、これはホームランバッターが引っかかるようなボールですから、
そうですね、むしろ選球眼とバントとそれから守備の良さでこの2番起用されていると思うんですね。だからポイントの位置がやはり目線が前なんですね、非常にね投手寄りなんですよ、はい、そのためにその目切りが早くなるんですね、変化に応じられない。なるほど、さて立浪です。今日は第1打席でセンター前にヒットを打っております。2アウトでスコアリングポジションにランナーを進めています。したがって2塁へ行ったのはこれが2回目。1回は3塁1塁という場面がありました。立浪は昨日まで最近5試合で20打数2安打、打率は1割とちょっとこのところ当たりが出てないんです。神宮で3試合そうなんです。そうですね、ノーヒットだったですね、はいはい、で昨日もゼロだったんですか。昨日ゼロ、その前に2本ヒットでしたね。ちょっとね、手首が少しちょっと痛いという話をしてましたよ。あ、そうですか。随分こうね、はい、テーピングしてね、はい、ゲームに出てるらしいですよ。そうですか。3万5000のお客さんが集まりました。先に点を取りましたのはこのところ打力に苦しんでおりますジャイアンツです。主砲落合のタイムリーでした。マウンドは今シーズン勝ちがありません川口です。ワインストライク、ワンボール、アウトカウントは2つ。川口は言ってました、ドラゴンズの打線で誰を注意しますかと聞いてみましたら、やっぱり6番、7番、8番かなって答えが返ってきましたよ。普通クリーンナップって言うと思うんですけどね、ご覧のように強力打線、山崎、大砲、中村、この辺に要注意だということは、これはもう権藤さん、手が抜けないってことですね。そうですね。2番に 種田が入って好調の時には本当にすごかったんですよね。本当ですね。そのところ小森も頑張ってるんですが、今日は小森のところでちょっと切れちゃってます。先ほどの打席でスライダーが甘いところ入りましたよね、はい、確かにセンターまで打ちましたけどね、だからもう一つこの2エンド2からスライダーが来るんじゃないですかね、はい、なるほど。それが甘くなると、はい、また行きますよ、はい、インコース、あーっとどうか、ファールです。右に切れました。バッティングというのは矢沢さん、日によって随分変わってくるもんですね。まあだけどね、やはりそのバッターの性格によるんですよ、はい、まあ、その試合悪くてもですね、すぐにこう気分転換して次の試合に移れるか、はい、それでこう成績の良し悪しが出てきますからね。そういう意味では立浪なんかは気分転換うまい選手ですね。あ、そうですか、はい、さあこの場面でなんとか1回2回とチャンスを逃しておりますドラゴンズですが、1点返しておきたいところ。2エンド2、川口としてはしのぎたいところだが、どうだ、ショートの左、これは記録はヒットです。記録はヒットです。立浪も2の2です。名手川井、ツーアウト3塁1塁です。チャンスはたくさんありますドラゴンズですが、今の場面です。スライダーですね、はい、もう一つ外に外してもよかったんですけどもね、はい、その前にシュートをね、やはり際どいところ打たれましたからね、はい、ファールになりましたけども、はい、いい時の、まあ、前世時代の川口ですとね、やっぱりこのカウントではシュートでしょうね。あ、そうですか。立浪もちょっと及び腰でやりましたけれども、三遊間名手の河合に打球を当ててしまいました。記録は内野安打。さ、三塁一塁です。2度目の2アウト3塁1塁です。そしてパウエル、もちろん国家リーディングヒッターのこのパウエルです。19試合でノーヒットは2試合だけです。11試合2安打以上があります。このところ今日ヒットを入れて6試合連続ヒット、得点圏打率です。ボールが先行しています川口です。まあ、ここが一番苦しいところですね、はいはい、次が左の音ですから、という気もあるんですけど、はい、
あまり点を目先のことにこだわると大量点になる恐れがあるわけですよね。そうですね、だからここは本当は勝負したいんですけど、はい、前の打席には打たれてるわ、打率はいいわで苦しい、はい、一番苦しいところですね、はい、あこれはストライク入りました。ワンツー、これでまた川口の気分も変わってくるでしょう。今日のキャッチャーは杉山です。川口と川原の時には矢沢さん杉山を使ってきますね。そうですね、まあ、牧原、ガルベス、最高的には、はい、村田ですけどもね、はい、リードには定評のあります杉山です。ワンツーワンスリーになりました。これで権藤さんどうしますかね。いやすんなりはあれ出せないんじゃないですか。そうですか、はい、何しろここでヒットでしたら1点ですけど、これ満塁しちゃうと、あの音も左は気にしませんからね。そうですね、ワンスリーになりました。カウントはよくありません。もっかリーディングヒッターのカウエルがバッターボックスで1回2回素振り、ワンスリー、三塁と一塁、アウトカウントは2つ、結局フォアボールです。インコースを攻めましたがこれで満塁になりました。まあ、このところ矢沢さんね、はい、昨日は負けましたけども4試合連続でピッチャー完投してますよね、ピッチャーがなんとか今のチーム状態支えているような状況ですわね。確かにそうです、その通りですね、はい、今日あたりはちょっとまた状況が違ってくるかもしれませんね。やはりこの球場ですからね、やはりこうこの点で収まらないと思うんですね。ですね、そういう意味ではこの抑えの出来不出来が、両チームともですけどもね、はい、それは言えるんじゃないですか。目下連続8試合ヒットを続けております音でやります。だからもうやはりね、ジャイアンツはブルペンの方に2人のピッチャーが行きましたね、モンナと小原沢が今立ち上がりましてピッチングを開始しています。長嶋監督もこれまた頭痛い系統になるかもしれませんね。塁上ランナー埋まりましてバッターボックス音。第1打席はチャンスにセカンドゴロです。左対左、権藤さん先ほどおっしゃいましたけども、そういうことは左ピッチャーを気にしませんよね。そうですよ、カーブでストライク、これがブルペンです。モンナと小原沢です。つい先ほどからピッチングを開始してます。まだ回は3回です。まあ、しかし初球今いいところでカウント取りましたね、はいはい、落ち合いダイレクトキャッチ、ドラゴンズはまたチャンスを逸しました。2対0、ジャイアンツ2点リードです。1996 Professional